AGF サーバルの元となった、ボルフ 270CDI AGF サーバルは、ボルフ 270CDI をベースに、ラインメタル車が大幅な改造を施した、戦闘車両である。ドイツ語では、オーフクララングスウントジフェクツフィハッグといい、で、アウフクレラングエスウントゲフェクトエスフィバッグ、偵察用および戦闘用ビークルを意味する。ドイツ語の当時語 AGF は、 国際共通語的に通用する。英語では、リブサーバル。AGF は CH、CH-53 大型輸送ヘリコプターでも、空輸が可能であり、荒れ地での通行を容易にするため、車体後部の左右に装備されている、サンドフェンダーと、車体前面のウィンチ、設置圧調整用の、タイヤ打ち気圧集中調整機構が組み込まれている。変速機は5段オートマチックである。 車体全体には、点灯時に乗員を保護する、ロールバーがついているほか、消火システムも内蔵されている。フロントガラスは、容易に脱着できる。車上には、通信衛星を利用した即位システムと通信装置を、標準装備している。武装については、キャビン前面と、車体後部に一丁ずつのラインメタル MG3 を、搭載しているほか、車体上部のマウントに、 ブローニング M20 機関銃か H&KGMW 自動的弾銃を装着可能である。また、車体の全部に3連装発炎弾発射器を2機、後部に2連装発射器を2機備えている。2003年からドイツ陸軍の特殊部隊 KS、KSK 向けに21両が配備された。2009年にはスイス陸軍の特殊部隊である。 第10独立偵察部隊が導入している。ありがとうございます。